こんにちはこんにちはパレオありがとうこんにちはこんにちは可愛い,いありがとう <coughs> サクラブになったよありがとうはいおはようこんにちはこんにちは の配信がたくさん見れて嬉しいです嬉しい,いっぱい見に来てくれておはようちゃんと来てありがとうやったー今日もかわいいいとおしい嬉しいありがとうクラブ研究生で目指せ正規面もう正規面でしょおはようおはようちゃんはいおはよう 仕事中え、頑張ってね大変だ今日は休みだから配信全部見れる見られるよありがとうフォローしましたありがとうございます今日も可愛い嬉しいこんにちはこんにちは <laughs> なんか今日の配信の予定で12時 のやつが10割そばで15時がキキアイスって言ったんだけど先にあのなんかお姉ちゃんがバイトが 2, なんか2時過ぎぐらいから2時半だっ,けとかだったからちょっと助手をお願いしたいのでキキアイスをさっき12時の方でやって。 ジュアリそばを15時にやろうかなって思うんですけどいいですか反対だよってことね <laughs> はーい はいお願いしますさくちゃんおはよう,おはようありがとう昨日1問しか正解しなかったので「らぶ落第中」なんで1 <laughs> 問だけだったそういう時もあるあずさくどちらに星を投げるか迷う迷う ぜひお願いしますはい高校2年生16歳のサッこと山村さくらです今パレオはエメラルドリメイク選抜オーディションに参加しているので押し投げカウントぜひよろしくお願いしますはいおはよう聞きアイスは作は 当てる人だから <laughs> なんか自分でできないから空飛ぶトナカイえねえ昨日さっきめっちゃギリギリで終わったからさなんかよく分かんなかったんだけどさトトナナカカイイって飛飛ばないいのどういうことトナカイは飛ぶでしょみんなトナカイは飛びませんみたいな感じで言ってたけどさこの子がトナカイなんだけどえ飛ぶよねトナカイって。 はいはいありがとうおやつにじわりそだからここまであのお昼ごはん食べないからさじわりそばに全振りする赤文字小さすぎてほら <laughs> ねえなんどうやってあったらいいのこれ反対だよってことねおはようございますおはようございますパレオありがとう 私が受えしてあげるねしてほしい本当にアイスのが好きやからさね違うよ <laughs> 朝からアイス食べちゃいましたえいいな何食べたのこんにちはこんにちははじめましてじゃないですねパレオありがとう昨日100問正解したからこれは「世界桜ブカ計画」100問もやってないので嘘です クラブ化計画50カウントやりましたありがとうございます聞きアイスこちら側もアイス必要ですか一緒に食べましょうアイスブライトンすごかったえすごかったよねでもさファーガソン選手がさ怪我をしてしまってさちょっと心配中ですね はじめましてじゃないね星ありがとうこんにちはこんにちは星ありがとうパレオありがとうキキサックはキキサックってもうサックしかおらんや <laughs> 昨日寝落ちしたからサクラブ失格ですねあ名前から落第でした落第じゃないよ寝落ちしちゃったのそれはじゃ今日見ようねいっぱいこんにちはこんにちは サンタといるときだけ飛ぶえ？そうなの？誰が飛んでるの？トナカイが飛んでるんじゃないの？サンタが飛んでついでについてってるみたいな感じ？え？飛ばないトナカイは飛ばないえ？あれは嘘なの？朝からサク見れて幸せ嬉しい桜舞になってありがとう。 飛ばないし飛ばないのクリスマスだけとかあるのそういうこと羽がない確かにねえトナカイって動物園とかにいるの赤い鼻じゃないと飛びません赤い鼻じゃえこれも赤い鼻だよ見えないだけでえそうだ 赤い鼻ないからさトナカイに見えないんだほらトナカイになりましたサンタの世界だけなの知らんかったそれはねサンタえ違う違う違うサンタさんはトナカイの背中に乗ってるじゃんだからトナカイが飛ぶみたいな私の世界のえなそか信じてんたんだけどそれサンタがいないって飛べないのあそうなんだ 彼はありがとう。桜部咲楽になったよ。桜部でいいんだよ。トナカイはね。え、違う違う。これさ四角いの羽じゃないんだよ。これがなんか総理みたいな。なわかる。あのサンタさんが乗るかごでこの上にサンタさんが乗ってるけど、サンタさんまで書いたらわかっちゃうから。ちょっと省略。 次までにアイス買ってこようと食べよう一緒に中井さんサンタと一緒の時に飛ぶんだよねだけなんだね波平さんじゃないってば、まあ、ね <laughs> なんで梨だよ道の駅とかにそばを練り込んだアイスあるからそれ食べたら完璧だねえっそうなの道の駅サービスエリアみたいなとこ絶対美味しいじゃん 飛ぶトナカイは世界的発見え違うでしょう飛ばないトナカイの方が世界的発見じゃないそこは今発見したよだってタコ十個ありがたこーありがとうアイス買ってこようか食べようお昼はそば打ちねそば打ちはしませんただこれを食べる これを食べますこれ何人前なんだろうえ <laughs> ?3 人前ぐらいあるけど。どういうこと <laughs> ?3 人前ぐらい入ってるこれ。355? 違う違う違う。これ違った。2 0 0ムあじ違う1人前半だ。よかった。こんにちは。こんにちは。飛ぶ。 トナカイがいたら世界が驚きそうさくもねいや飛ばないトナカイに驚いてるパレオありがとうトナカイが飛んでる絵を描いてえこれが飛んでる絵なのこれがほら見て足のなびき方見て飛んでそうじゃないこういうことハートありがとうだるまありがとう え、ね、三笘さんと演出選手の連携イズめっちゃ良かったよねいい流れでしたね、昨日過去9個ありがとうありがとうーハートありがとうスクラブ脱落者が多数発生ねえ、してないよねしてないよ、絶対に バラ、ありがとう。芋虫かと思ったねだから虫じゃないよって言ったのにみんな虫虫言ってきたもんアリでしょ、とかサンタはトナカイの背中じゃないよえそうなのどこにいるサンタはソリに乗ってそのソリをトナカイが引っ張るのえそうなのえ、だから分かりにくかったんだなるほどね今日も可愛いありがとう。 えサンタさんは多分いると思うあのフィンランドにでその町のトナカイは飛ぶ,飛ぶんじゃないね飛びますよね <laughs> ソリソリは背中に乗ってないですそれは知らなかった <laughs> 四つん這いのドラえもんねえ違うよ 絶対に違うじゃんカゴじゃゃんないの何になってるそう乗り物を背負ってんのトナカイはハートありがとう昨日トナカイ飛んでるの見てでしょほら <laughs> 飛んでるんですよ 後ろにある大抵の表の表書き方かわいい書き方ありがとうアイスとそば買ってきてよリアルタイム作とご飯のえ最高そうしようそうしようキーマカレー食べるのいいなぁパレオありがとう奈良にはトナカイい,いっぱいえシ鹿はトナカイなんだじゃあトナカイは鹿なの同一人物ってこと 奈良のなんかさ鹿の公園あるじゃんあそこさくよく行ってたよ鹿せんべいをプレゼントしてた東山動物園で飛ぶトナカイどこにいますかって聞いてくるねえいるの東山動物園にトナカイえそトナカイリアルで見たことないかもしれん図鑑とかねめっちゃ図鑑進められる昨日からさ 動物の絵描くたびにさ図鑑を見た方がいいよって言われるんだけどささすがにわかるよさっおはようおはようお湯沸かせるお湯はポットでなら沸かせるよあれありがとうご自分で蕎麦は茹でれませんのでママにやってもらいますちらっと見えたけど俺も蕎麦好きだから食いたえー、一ュー食べようよ ゆで時間は守ってね茹で時間4分ゆでるって書いてあるよ。沸騰したあと4分ゆでる。で終わりじゃないんそういうこと。えだから8分は大丈夫。さっくに会いたいから遠くかいとるね。え嬉しいありがとう。 パレオありがとうかわいいありがとうトナカイはどうやって飛ぶのわかんないなんかもともと飛ぶ動物だと思ってたさくはわらありがとうね虫じゃないこれもお昼はおそばにするあれこっちですのでちょっと遅いけど危なっ寝落ちたあっ寝てたのおはよう。 クーランドは素敵だね素敵パレオありがとうえ、なんでなんでみんな思ってなかったトナカイは飛びそうって絵心ないアイドルは、ね、絵心あるよさっくはあんずじいじに夢砕かれそうえ、あんずがあんずはサンタさんはいないってこと 空を飛ぶトナカイさんはエリートなんや。エリートか。そこはじゃあ、エリートトナカイしか見たことないのかも。桜部になって、ありがとう。わんこそば風、え、そんなにお空いっぱいないかも。<laughs> 楽しい、嬉しい。ハート、ありがとう。パレオ、ありがとう。トナカイしか勝たん。 JK のサッカー何パーセントぐらいサンタを信じてるのえっいないのサンタさんはどういうことよくテレビに映ってるよねでもクリスマスの時期フィンランドのサンタさんはみたいなあの人じゃないのこのあと肉うどん食っちゃいます <laughs> いいな肉,肉そばがいいねじゃあ そのそば全部入でたらとんでもない量になるえでも1人前半だった多分2 0 0二2 0 0ムってどれぐらい多いでも大丈夫だよね飛行機の横にトナカイが飛んでる雑コラを作ったけど怖すぎてツイートしなかった <laughs> どういうこと <laughs> どういうこと飛行機の横にトナカイ佐久野トナカイがってこと 怖くないよあ近い種類なんだへえパレオありがとうグランパスくんも飛べ飛んでたところ見たことあるしシャチさん飛ぶのすごいじゃんパレオありがとう奈良のくるみんは鹿に慣れて鹿に慣れてるとかあるの 一緒に過ごしてきたのかな。育ちは鹿育ちかな洗濯機は回せる干せるけど回し方はちょっとだからん。何どこに何を入れたらいいかわかんない。速的に4分は5分えでもそばはちょい固めが好きかもいやでもな柔らかいそばも全然いいんだよな 4分はえー、でもえこれは結構多分もともと硬めのおそばだから5分でもありこんにちはこんにちはシッチフレの私買いに行ってくるおいいねいってらっしゃい奈良のくるみも飛べよな <laughs> 良の方は飛んじゃうの 塩で食べるんだ、ね、そう塩で食べますよ沸騰した湯えだからさくできないんだってジューバーリーそばはちょっと固めが好きだったよ、ね、えなんかものによるこれはもうもともと結構固めだからいっぱいやってもいいかなってまあどうやっても美味しいから大丈夫 茹でたら電子レンジなんで <laughs> なんでパレオありがとうバラありがとうおそばもいいけど冷やし中華も食べたいわかる夏は冷やし中華だよね羽がなくて飛ぶ動物はかなり世界的に注目されそうねっだからトナカイはどうやって飛んでるんだろうって思ってたけどまあサクは足をバタバタさせて何こうやって。 飛んでるのかなってまあ思ってたよねお疲れ様ですお疲れ様です今日も可愛いありがとうキきアイス食べ過ぎてせっかくのじわりそばが食べれなくなるに十さねない絶対にないキきアイスはだってパクッ食べて何何ってやってるだけだから大丈夫だよだし アイスぐらいでお腹いっぱいになるサクじゃないいける夢でユネちゃんとなんだこれなんとかなんとかしてたマジですもんなんでサクはおなへの大ジャンプ大ジャンプで飛んでたのすごいじゃんタコ10個ありがとうありがとうパレオありがとう いると思っていたアンズの夢を砕いたのがジージというお話かあ、そういうことだからアンズジージなのハートありがとうハートありがとうハート百個ありがとうちらこんにちはそばに薬味塩 200g は 300g ですかねえどういうこと ?2 杯は3杯に影響されすぎだよそれ10割そばだから12割そばになるのかねえもう忘れて昨日のハンバーガーは 200g は一般的に中から大盛りくらいですかえいけるよ絶対咲く夢に出ると好きが増したりしちゃうのあかんよねなんで増したの カウント終了しましたありがとう今日もありがとうございますさくらちゃんもファイティーんだよありがとうこんにちはこんにちはご飯はベちゃベちゃが好きなのベちゃベちゃの方が美味しいよザルとかないんだけどザルで食べるのかけかけそばとざるそば何かけそばだったらどん何何？あったかいのってこと ザルですねそれは。わざるあったらいいのにねおしゃれじゃん朝から昆布塩を騒がし回ってるけど売ってなかったえこれ多分ネットでしか買えないんじゃないかなわかんないけどね昆布塩ってあんまないもんね茹でる前は硬いの <laughs> 確かに <laughs> え違う違う違う何かジャリジャリしてる 全部そ,うか <laughs> 全部そうだな確かにまあまあまあその時のゆで具合によって味が違うのも楽しいじゃんハートありがとうこんにちはこんにちはそうおにぎりと一緒のこれだよこれめっちゃおいしいやばい 足をバタバタさせて呼ぶトナカイを想像させないで <laughs> ねだからほら見てこれだってばこれバタバタしてるじゃんこの足がそういうことだよハートありがとう一番の大食いはゆうねちゃんだよね待ってどうやったらさくの大食いが証明できる本当に違う何で配信で食べれないかって言ったらなんか こっちコメント見て食べてってやれるのができなくてで時間かかっちゃうのねもう何もない無で一人食べてる時はもう無限に食べれるから笑いすぎて腹筋鍛えてくれるサッカー神奈えっ筋トレじゃんみんな筋トレしに来ていいよサッに覚えてもらえるように通うねありがとう嬉しい待ってます トナカイに乗ってプレゼントをちょっと怖いかも <laughs> こんにちはこんにちはゆでると麺の量増えるからねえじゃあさ2人前ぐらいあるんじゃないこれかわいいありがとうみずみずしいそば <laughs> 水,水いっぱいやってあゆで時間が多かったらみずみずしくなる <laughs> 昨日のおい忘れるのは無理だろ ね、まあまあまあハンバーガーはおい美味しかったから本当にこれガチあのね食べなきゃわかんない盛もりそばとざるそばどっちが好きどっちだっけなもりそばだもりそば派アイスありがとうバラありがとうと トインそばとっかくそばは一度は食べてほしい長野の市民です食べたことないです食べます乾麺と生麺え、わかんないそれあ、これは乾麺ですね、じゃあわかんない、違いがわかんない生麺の方がでも美味しそう で、もぐもぐ配信はしようと思ったんだけどなんかみんなのコメントこうやってわって読んでたらいつの間にか時間になっちゃってた画面が近いけど目が目が悪いんですよ昨のそばでそばを食べたい <laughs> そばで食べていいよ大食いだけど遅いのえ、そうちっくり食べちゃえ、でも 早く食べようと思えば食べれると思うよ。作門マ,マが隠し撮り配信すればいいの <laughs> 隠し撮りはず。やってますや。やりたいよね。未完全の密着企画でサックー対ゆうねちゃんの大食い対決。やりたい。何でも、何でもどんとこいです。どんな料理でも。激辛と、激しょっぱと、激甘以外はいけます。 焼肉屋で11球勝負させたえっく子が絶対一番食べるさくを信じたいけど大食いは怪しいかなえなんでえこれをさこれ食べたらさ信じてくれるどうどうしたら大食いになれるを証明できる仕事行ってくるね行ってらっしゃいありがとう頑張ってね こんにちはこんにちはパレオありがとう星投げ3シュート50シュした間に合ったありがとうこんにちはこんにちはねそうゆっくり食べた方がいいって言うじゃんはい次の配信はこれちょっと逆なんですけど聞き合いす配信をしますぜひ見てください それではランキンキグ発表13位はカッパの方ありがとうございます。ありがとう。12位は馬の方ありがとうございます。ありがとう。11位は山村さくらちゃんの方ありがとうございます。10位はうんと遠藤さくらさんの方ありがとうございます。ありがとう。9位は猫の亀の方ありがとうございます。 ありがとう8位は猫のマカロンの方ありがとうございますありがとう7位はえー、っとゆうかたんのゆうかたんさんの方ありがとうございますありがとう6位はワンちゃんの方ありがとうございますありがとう。 5位はパンダの方ありがとうございます。ありがとう。4位はペンライトの方ありがとうございます。ありがとう。3位はリーゼントの方ありがとうございます。ありがとう。2位は SK48 の方ありがとうございます。ありがとう。一位はトラの方ありがとうございます。 はいありがとう,頑張れくありがとうお時間がはいお時間なので次は12時1分からなのでぜひ見に来てください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ